ドラッグ洞窟ドラッグ洞窟は、スペイン、バレアレス諸島、マヨルカ島に位置する4つの大きな洞窟である。これらは、マナコルにあり、ポルトクリストにも近い。1338年に初めて言及された。この洞窟は、深さ25メートルに達し、長さは2.4キロメートルに及ぶ。4つの洞窟は、それぞれブラック洞窟、ホワイト洞窟、ルイス・サルバドールの洞窟、 フランス人の洞窟と呼ばれ、繋がっている。洞窟は、地中海から入り口を通り、押し出された水によって生じ、研究者の中には、形成されたのが、中心余まで遡ると考えるものもいる。洞窟には、マルテル湖と呼ばれる地下湖があり、長さは約115メートル、幅は30メートルある。その名称は、フランス人探検家で科学者のエドアルド・アマルテルに、 ちなんでいる。彼は洞穴学の創始者と考えられている。1896年に彼はこの洞窟を調査することを依頼された。ドイツの洞窟探検家 MF は1880年にホワイト洞窟とブラック洞窟の地図を制作した。マルテルは地下こともう二つの洞窟を発見した。 この洞窟は一般に開放されており、マヨルカ島の主要な観光地の一つとなっている。観光の最後には、ボート上の4人のミュージシャンが演奏する、ショートクラシックコンサートがある。ありがとうございます。